皆さんこんにちは、芦田優美です。今日はですね、 ICL について知りたいっていう声が多かったので動画にします。私は去年の夏ぐらいに ICL をしたんですけど、その時の様子だったりを、話していけたらなと思います。まず ICL って何って方が多いと思うんですけれども、 ICL はですね、簡単に言うと目の視力を良くする手術でございます。目の水晶体の中にレンズを入れる手術で、レーシックっていうのが有名だと思うんですけれども、レーシックとはまた違って角膜を削らない手術でございます。なので日帰りで終わるし、10分も経たないぐらいかな、で私は終わりました。で、ICL をする前に事前検査っていうのがあるんですけれども、私の下眼科では2回事前検査をして、でその2回とも担当医を変えてもらって検査をしました。どのような検査をするかっていうと、裸眼の視力だったり、眼圧だったり、目に異常がないかだったり、とにかく目のことに関してこれでもかってぐらい検査しました。で、目に異常がなかったら手術って感じです。まあね、2回も担当医を変えて検査するので、そこはすごい安心感がでかかったかな。その日のうちに2回するんじゃなくて、ちゃんと日をまたいでやるので、ちょっと大変だなって思ったことは、検査の前にコンタクトを2週間ぐらい外さなきゃいけなかったことかな。ずっとその2週間はメガネ生活でちょっと辛かったです。大まかになっちゃうんですけれども、手術当日を撮ってみたので見てみてください。どうぞ。今日はですね、いよいよ ICL の手術当日でございます。見ての通りすっぴんメガネで来ております。これから麻酔の点眼っていうんですかね、だったりいろいろしていく準備していくので、それも撮っていけたらなと思います。超うるさいくちなみに見てください、お腹すきすぎてモスのライスバーガーを買っちゃいました。また撮りまーす。無事 ICL が終わりました。もうね、何が辛いって、術後が一番辛い。手術中とかは意外に大丈夫だと、なんか押されてる感覚とか、今レンズ入れられてるなっていう感覚はあったけど、まあ耐えてれば大丈夫だった。痛みに弱い私でも大丈夫だったけど、術後が終わった後が目シャバシャバするし、ショボショボするしで、30分ぐらい目開けれなかったと思う。ちょっとね、目赤いけど、これはもうどんどん吸収されていくので、今痛いとかは特になくて、とにかくなんか、なんだろうな、2日間連続でコンタクト入れて、そのシャバシャバ感がある感じの感じよ伝われこの気持ち。こんな感じでした。で、今はもう手術後なので、今日は安静にして、明日も検診があるので行きたいと思います。それではまた。目がショボショボするよ。 しかもちょうどさ、帰ってる時にさ、夕日がドカーンと目に直撃してて、今本当に辛いんだけど、マジで辛い今この状態で。いかがだったでしょうか。結構ね、辛そうだったと思うんですけど、手術後が本当に辛かったです。もう手術自体は本当にすぐ終わって、終わった後もうすぐコンタクトを入れたかのように見えたんですけど、その後がもう目のしょぼしょぼ感が本当にやばくて、まあでもそれは1日ぐらいで消えるので大丈夫だったんですけど、で気になる視力はというと、右が 0.08で、左が 0.05 だったんですけれども、両目とも 2.00 になりました。自分の目が 2.00 になるなんて、もう思ってもなかったので、
超快適です。逆に大変だったとこって言えば、検査前と手術前のメガネ生活でしょ。で、手術後の目の出血が思った以上に完治が遅かったことかな。こんな感じで、これは手術当日なんですけれども、どん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 薄くなってくって感じで、まあ念のため2週間ぐらいは大事なイベントごととかは避けて行った方がいいと思いました。ちゃんと完治するのでそこは安心してください。あとは保護メガネと目薬2種類を2週間ぐらいかな続けないといけなかったことかな。あれは結構大変だった。保護メガネに関しては寝る時もつけなきゃいけないので、もう外したくてしょうがなかったです。でも目のためにって考えれば全然余裕だと思います。この3つが大変だったかな。でも大変以上に嬉しさが勝つ。やっぱりだって視力 2.0 だよ。どこまでも見えるしさ、朝起きたらちゃんと見えるじゃん。だし朝起きてコンタクトを入れる作業がなくなったでしょ。で、私はソファーとか横になってる時に何も悲しくもないのに涙が出ちゃうのね、自然と。それがすっごい悩みだったんだけど、それがあのドライアイらしくて、そのドライアイも治ったのでもう超最高です。気になるのは値段だと思うんですけれども、私の眼科では78万円しました。決して高くはない値段だと思うんですけれども、生涯のコンタクト費用に比べたら安いと思います。インスタでアイシエルをやったって報告したんですけれども、その後ファンの方がいたみたいでアイシエル絶賛してたので、アイシエルを検討してる方がいたらぜひおすすめします。てな感じで大まかになっちゃうんですけれども、アイシエル紹介でした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。